い出ポロポロ嘘つきは誰だウェイルラン思い出人狼よいしょイエーイ思い出人狼です中国字幕だからこれ字幕先行はまだいいよはい、どうもこんにちは、中田です。はい、どうしよう。はい。ということで、まあ、僕らは、かれこれ、もう7年以上、高校時代からの付き合いになるんですけど、長いね。はい。今回は、偽のエピソード。なんか、お前とこういうことしたよね、ああいうことしたよねっていう、その偽のエピソードを言ってるやつが、います。それだけね。いただきます。まあ、そいつを当てるっていう。なるほど。ゲームです。で、今回は、僕が、それを当てる側です。嘘のエピソードを見抜く側です、僕が。中村がね。それ以外の4人が、基本僕の周辺にまつわる思い出話をしてもらって、まあ、4人のうち誰か1人が嘘松と。これだけ嘘松なので、見抜くと。そういうのです。はい。じゃあ、早速。やりましょうか。はい。やりましょう。はい。じゃあ、中村一旦別室行っといてもらうか。じゃあ、俺らが順番決めよう。はい。はい。思い出でっち上げたーい。あ、中村先生。さあ、ということでですね、トランプをね、4枚用意しました。はい。これ分かりますかね？これトランプって言うんですけど。ジョーカー引いたやつが、思い出人狼、ね。当たり前だろ。なんでそんなこと言うの？確かに。ジョーカー一番しょうがなかったらさ。うるさくね？そんなこと言わなくてもさ。あと、ジョーカー引いたやつ人狼って分かるじゃん。うるせえ！行こう！ドン。うわ、マジか。マジか。ということで。おー。こいつがこれですね。はい。ほなやっていこうか。まだキープ結局してないけど大丈夫。あ、帽子脱いだ。気づかないんだよ、全然。気づかないんだよね。ということで、はい。嘘エピソードがもうまとまったということで。はい。一人は考えてきて、それが人は見ながら思い出してた。はいはいはい。はい、聞いてくんだけどさ、俺が指名して喋ってもらった方がいい。まあじゃあ、指名してもらった。あ、俺から指名した方がいい。恣意的じゃない感じに。なるほどね。じゃあもう。もうシャークから行こう。シャーク。シャーク。シャーク。はい。中村との思い出こちらです。はい。ロール本当に中村と俺初めたてのところに、まあ、2人で一緒にゲームロールゲームするとこあったんだけど、その時に敵にめっちゃ強い人がいて、それがベインっていうチャンピオンのキャラクターなんだけど、はい、その人に41キルされたの一人に。41キルってやばいの。40キル超えるのはマジ見たことない。20キロでもやばいぐらい。全然見てない。41キロされて負けたっていう。そう。なるほどね。ボコボコに。ボコボコにされたよねっていう。されたよね。っていう話ね。それだよね。はい。あるだね。さあ、これリアクション難しい。一旦吐きせばね。一旦の合図してるので。はい。完全に覚えてたり、完全にないことが分かってる。そうなるから。あの話か。その話ちょっと伝えないから。まあ一旦はね。ああそうねみたいな。じゃあ、チリアン。どうも。まあこれ、高校の時の話なんですけど、はい、僕、結構ね、山に登るんですけど、実は中目と登ったこともありましてですね。でしかも、はい、2座あるんですよ。まあ、山って、座って数えるんですよ。忘れることある?2回あるんですよ。このポイントです。しかも、このうちの1座は、それを2回登ってるんで、1個登ったことがある、もう1個は2回登ったことがある。だから、3山登りしてますな、実は。質問フェーズはないの？質問できます。質問フェーズないの？もう言われて、わーって感じしてないの？じゃあ、ブレイク行こう。はい。じゃあ、まあ 3P は早いんですけど、君という人と遊んだ時の話で、まあ、高校出て数年後かな、僕と中村と、まあ、出てご飯を食べましたと。で、何かというと、ハイティラオっていう鍋屋さんですね。それを食べた後に、なんと3人でビリヤードをやりましたという人との話です。ああ、はい、なんかでもみんな本当だったらさすがに覚えてるやろうみたいなエピソードばっかりだよね。具体的に言うとね、まあ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 確かに、まあまあ俺らが覚えてくれてる。まあちょっと混乱はしてきてるよ、俺はね。混乱してる。うん。じゃあ、はい、はい、まあ、僕も高校話したんですけど、試験勉強のはずがみたいな
すごいタイトル。なんか、バラエティ番組で、出来上がりに出てるやつ。僕、リッチ覚えてないんですけど、マナタムと同時クラス、2年ほどありまして、教室で、授業終わった後に残って勉強したということで、しようと思ったんですが、仕事なんですが、まあ、当時ね、やっていた仕事ドラゴンというゲームがあるんですけども、はい、アベンキこっちのげそっちをやってしまい、それプラスで、ちょっとアルティメットフリスビーを投げる方ですね。あれもちょっとやり、最終的にどうでもよくなっちゃって、結局みんなでカラオケに行くという。遊びに遊び倒してる。ベロ字もねえな。はい、結局しなかったっていう。こんな一日の話です。とある放課後の話なのかな。そこ遊ぶ気力あったぜ。若かりし。若いね。エピソードが結構今若い感じ。この4つと、はい、中に1個だけ嘘がある。思、はい出せる範囲でなんか、ね、確実なの。どう喋ったらいいの。まあまあ普通に自分の記憶とか。じゃあまあ精査していくか。じゃあまあ順番に行こうか。鮭の、まあ、ロルで。お相手さんに無双されてボコボコにされたってのはあったよね。俺の記憶の中にあったね。それはベインでしたか。ベインだね。いまだに40キル乗ってたか分かんないけど30は絶対行ってたん。まあ具体的な数字はまあ俺そんな覚えない人だからちょっと40の部分は怪しいけど、まあでも10中8って間違いないでしょう。はいはいはい、言える。あれの、あのメインがあるから俺は未だに頭の中にこびりついてるんだよな。このキャラ使われると無双されるんじゃないかっていうトラウマがね、そう植え付けられてるっていうのもあって、もうスッと情景もちょっとこう思い出せるような感じのエピソードだったんで、あまあ正しい本当のエピソードなのかなと。じゃあ次グルークは、はい、行ったね、はい、火鍋、はいはい、ちょっとその、名前はね、あの、日本人じゃないともちょっと覚えにくいところがあるから。名前が怪しい。名前ちょっと怪しいんだけど、まあ言ったね。はいはい。新宿のね、違うかな。新宿か池袋かどっちかだね。はいはい。に行きましたね。ただ、俺その後帰った気がするんだよな。ビリヤードをやった記憶がかなりない。はい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 。っていうのが、ちょっと個人的に、どうなんだろうと。まあでも、お話の軸としてはやっぱ火鍋ってところだったから、火鍋は行ったんよ。でね、あ、あれだったよね、お店の中にさ、変面の人がいたよね。変面の人がいて、あんまり、あ、この人は、みんなに。え、でも確か、お店の中に変面の人がいてさ、中国のさ、こうやってやるとお面が変わるやつあるじゃん。ああ。あれをね、生で見たの。なんか結構印象に残ってビリヤードはないし、ビリヤードはないんだよ。ビリヤードの記憶はないけどなんか言われたら言われたで思い出してきたけど、これはそう作り上げた映像なのか記憶なのかは分かんない。ブルークの後はキンキンは、いやお前は待て、キンときのは覚えてる。でも、多分、放課後に残って試験勉強してたのは結構数があって。あまあ、そのうちのどれかで確か、庭に出やすいクラスだった時なんですよ、多分。で、庭に出やすかったからやっちゃったんだよね、フリスビーを。なるほど。で、その時、確かもう一人いたんよ。俺と、金時と、あともう一人ぐらいいて、そいつが、白ドラもやってて、フリスビーにも興味があって、歌うのが好きだったんだよ。誰だっけ？誰？え、あ、そう。確かにいた。っていうのがあって、まあ、思い出せるな。はいはいはい。ただしきりやん、てめえはダメだ。なんだと？え、でも、怖いのが、やっぱ一番なんか具体性がないのよ、この話の中で。登ったことがあるだから、修学旅行で登ったの、あれ山なんだぜっていうパターンが一番怖い。あれ、だから、俺とキリアンの二人で登ったとは一言も言ってないわけよね。他にたくさんいる、だからもう修学旅行的なやつで登りましたよね。もう、カウントしてるとしたら、嘘は言ってないことになる。
でも、大体みんな記憶にはあるのよ。でも、わかるんですよ。ディテールのところで嘘つかれてる可能性があるから、難しいね。例えば、ビリヤード行ってないとか、40キルされてないとか、いや、それこそベインじゃないとかね、はたまた。いや、だから、このなんか鮮明度の中で言うと、ぼんやりしてるけど、一番怖い、これが嘘である可能性じゃ、嘘じゃない可能性が、まあ、その高いと仮定したら一番なんか穴っぽい、ね。なるほどね。いやー、むずいな、これ。どうしよう。もう補足とかはなし。まあ、終わった後にいろいろ補足しましょう。あ、じゃあ、終わったね。一旦じゃあ僕の方から回答を出させてもらいますか。はい。あ、力？力だね。無じゃない。今書いておこう。今書いておこう。これ無理あるだろう。これ一緒に。これ一緒に。いいやな。力強いもんね。はい。はい。はい。じゃあ、怪しめだったのはキリアンだったわけですが、果たして。本当に嘘なのは誰？嘘つきは誰だ？俺はね、どう考えてもキリアンと3回も山には登ってないと思うんだよな。おー、キリアンが人狼を説明しました。そうね。いや、それこそ本当に、いや、考えたんよ。修学旅行で登った山とかをちょっとパーッと頭の中で思い出したんだけど、2種類はもしかしたら登ってんのかもしんないけど、あ、その修学旅行でね、2回山に登ってる可能性はある。その、なんかハイキングみたいな感じで。同じところに2回登ったっていうのがちょっと個人的に引っかかってて、まずキリアンと2人きりで山に登った記憶は基本的にないわけ、うん、でそれで行くと、まあ、修学旅行とかのそういうルートの中に山が入ってて、まあ、それをまあ山が登ったっていうふうに言ってんのかなっていうのが推理としてあって、はい、でそうなると同じところ2回登ることってあるんかなっていう記憶を辿ってみたら、これはやっぱないんじゃないかなっていうのが、まあ、僕なりの答えです。なるほど。他はまあそれぞれ結構イメージが湧きやすかったり、自分の頭の中に映像が流れたので、まあちょっと消去法的にキリアンかなっていう感じですね。なるほど。はい。ということで、じゃあ僕が嘘のエピソード喋っていると思ったのはキリアンです。はいはいはい。前が嘘つきだ！僕は、中村と山に、まあ2座合計3回登ったことがあります。ある。あります。修学旅行とかじゃないです。普通に山行こうって言って丸一日かけて山行きました。そうさ、お前がそうだね。え、本当に？写真あるよ。マジ？え？お？え？え、ない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 。ないよ。あります。これで聞いたか覚えてる。え？一番覚えてるけど。え？ないよないよ。ないって。ここまで思い出せないことある。そんなことある？お前くんさ、え？一緒に登ってますね。お前、写真見たらお前、こんなとこ行ったなみたいな。ちなみに、一緒に行ったのは、1年の時、と4人で行きました。で、めちゃめちゃ低山なんよ。300メートルとか出ないの。これ君だね。これ君だ。300m ぐらいの山に、飛び地が遠足で行くぐらいのね、そんぐらいの山にこうバーッと登って、まあ、ちょっともう一個奥に 500m ぐらいの山がちょっとあって、まあ、そこ行って1回降りた後にまたその基準に登ってるんだよ。で合計3回登ってる。え、どう見て思い出した？全く思い出した。マジか。それは思い出した。すごいね。全く思い出した。写真に YouTube いいんだ。もうほら、いるっしょ。これ確かなんか LINE のトップ画とかに出題しよう。めちゃめちゃいるよな。めちゃ楽しそうなんだけど。めちゃくちゃおるやん。ニッコニコやん。あるんだ、そういうの。え、そうなんだ。いいの。そうなんです。めちゃくちゃいいのじゃない。意外と、まあ、高1だからな、これ。高1の12月。全然話聞いてないの。もう一回言ったら3度の話。はい。で、一回降りて、なんか河原かなんか行ったんよ。で、その後、コーラ飲んで、あいつコーラ飲めたら頭おかしくなっちゃうじゃん。で、おい、もう一回登るぞっつって、なんか4人で、うわーってめっちゃ走って、また同じ山登って、そこで上で夕日見て、真っ暗の中帰りました。いい話なの。すごいね。綺麗に覚えてないもん。
中村と出会ってから8ヶ月ぐらいの時だから1日だと思わんくね。ちょっと微妙にいろいろとかさせてもらいます。1日の出来事ではないよ。でも覚えてないから、俺てっきりなんか全部こう累計するとみたいな話だと勝手にやも思ったけど、フィリアンの記憶がまあ正しいとそれならば俺は1日でこれをやったと思う。そうだよ、写真もあるから。まあいやマジですごいね。まあでも多分一番古いからね、エピソードで言うの。多分物心ついてないと思う。若すぎだろ。こいつついてないかな。ちょっとまだ物心ついてないかな。覚えてない。いやすごいね。でも見事に物心ついてない。うわマジか。綺麗にあった記憶がちゃんとなかった。一番恐れていたことで、ということはどれかが嘘なんです。俺が浮かんでた状況は何なんだよ。でも王子くんはみんな合ってんだよな。多分ディテールの部分なんだろうな。多分なるほどね。ひなめ行ったロールでボコされた、あれは試験勉強だったのか。ちょっと待って、すべてをすべてを疑われてる。いやでもここで当てないとちょっとさすがにだな。これはまあもう無理だった。多分無理だったこれは。いいよ、俺も。いや気持ちいいねこれ。ジョッキーなんか忘れちゃった。争点は40キルいったのか、ビリヤードをやったのか、試験勉強の時だったのか、そもそもみたいな。あでもな、それで言うと放課後に普通に遊んだ可能性もあるんだよね。ちょっと残ってそいつがさ野球部だったんだよ確か。そうね、もう一人が。で野球がないってことはでも試験期間なのかな。でも普通に練習ない日って確かあった気がするんだよな。その時になんかダラダラってやって帰ったりした時に遊んでたのかな。うわぁ、おいしい。むっずっ。じゃあ、まあ、この3人の中だったら、金時かな。試験勉強じゃなかったんじゃないかってとこかな、やっぱ。普通に遊んで放課後ダラダラして帰った。ところに金時が、まあ、実はこれ試験勉強で勉強しようと思ってたんだけど、みたいなエピソードをつけたんじゃないかな。これだ。はい。お前は嘘つけや。私は、嘘つきです。おー、まあ、はい、多分試験勉強して仕事やって帰る、試験勉強してアルティメットやって帰る、試験勉強してカラオケやって帰るは多分ある。あ、バラバラだったってこと。多分全部一気にやったことは絶対にない。あ、なるほどね。試験勉強の時にゲームやってカラオケやるわけあんないよ。さすがにな。まあ確かに確かに。さすがにやりすぎだよ。誰か一個ずつだったのかな。記憶があるってことは多分全部一個ずつあるってこと。そう、カラオケ行かんか、さすがに。まあ、カラオケ結構やってるぞ。やってた、やってた。まあなんかやっぱこう、バラバラの記憶をまとめて言われたら、まあ、正直、まあ、ありえんなぁ、みたいな。そういうことはあったと思う。実際にあったものの時系列をむちゃつかせた嘘。そうだね。最近全部やってないっていう。はい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 。ビリヤードいないかなぁ。なるほど。あれ自信がありましたか。ビヤ教中村が帰った気がするんだよなって言ったら自信がありましたか。帰ったね、なっちゃう。俺帰った気がするんだよなって言われて、帰った気がするんだよなって考えて。初めてあった。共通の知人みたいな、ね、でも割とあっさりした関係、そのあんま深く仲いいみたいな感じではなかったけど、自信は絶対ない。なんかね、帰ったんだよね、俺確か帰った記憶があるんだよ。その人が写ってる写真はあるんだけど、ひなべの話はね、めちゃめちゃその頃行ってて、俺らも知ってる。そう、知ってる。え、なんで？なんかこの間中目と行ったひなべのお店あるんだけど、マジでうまかったみたいなのをめっちゃ行ってた時あったよ。多分それだと思うんだよ。だから全然、え、それ普通に覚えてるけどって思いながら聞いてたもん。まだビリヤードの話があったから。あ、確かに。そこは。いや、そう。俺もそうでのビリヤードだったから。実際ね。まあ、まあ、お、持って？フロー持ってないし。お、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 新情報？だってこれ彼じゃん。うん。で。あ、それ俺だ。完全に顔は映ってないけど服が俺だ。俺中目だ。いたわ。来ちゃいました。なんか腕につけてるの俺だわ。確かに言うわ。言ってるわ。確かに。だから言ってるって言われたら
行ったなってなるし、嘘が混じってるよって言われたら行ってないんじゃねって思うぐらい今ちょっとそこの記憶はあやふや。いやでもさ、偏見の人いたよね。いたよね。それはそうだよね。ヒラメ食べてる時いて、初めて生で見てマジで仕組み分かんなくて、それの。はい、いや、ビリヤードも言ってたし、あの、全部本当のこと。嘘はついてなかったね。じゃあ、俺のお前と話すと、これ、実際に戦ったってのは覚えてないんだよね。なんか、脅されたなーみたいな雰囲気なんでしょ。うん。これ、この後なんか、いろいろ話して、この人強いからって言って、仲間と俺でクレーンシステムこの人に送って、うん。クレーンになったんだけど、名前覚えてない。え何それ、怖い話。名前言ったの覚えてる。魔法少女の。あっ！まず16です、1位、1アシストに。その時に使ってたチャンピオンが、俺がブリックで、中野がミスフォーチューンっていう、なんか今と逆だね、俺がまだ ADC やってサポートやったときか。戦績のやつが俺がめちゃめちゃ食べてるぞ。なんか5分じゃないこの会話が。めちゃくちゃ喋ってる。めちゃめちゃ喋った。こんなコミュニケーション取れるロールがあるんだ。めちゃめちゃここでね仲良くなって、このままこういう珍しい場があるんだよね。今日あんなこういうスペシャルが。なんで立ってたそれ。41キロはやべえんだ。ああ、確かに。40キロ超えるゲームはこれ以外に見たことないし、30キロ超えるゲームもほぼ見たことない。そうだね。中でも40を超えるっていう。なるほど。いや、なんか人間の記憶ってあんま当てにならないからね。そうやっぱ大事なところ抜け落ちたりとか、またまた根幹から、ね、バレバレない。持ってかれたりとか。どこ行っちゃったんだろうね、その会話の。なんかね、これ多分俺らやばいんだよ。やばいんだよ。覚えてる方やん、色々話し。いやー、ちょっと。知らない思いになるんですけど。俺ら聞きたいよ。めちゃくちゃ。こっち側いいね。知らない記憶出てくるのはすげえ気持ち悪い。自分で疑い始めちゃうからね、そうそう。まあ、ということで、はい、失敗かな、これで言うと。失敗だね。まあ、4択ではまず当てれなかったから。まあ、一応、騙せたっていう。まあ、そうだね、騙せましたね。人狼チームというか、の勝利ですね。はい。よろしくお願いします。不思議な気持ちになってるね。胸今一番不思議だよ。ということで、はい。はい。以上、思い出人狼でした。イエーイ。